まだ50年後ぐらいやろうな。今の PC ゲーマー世代が、こう生み。俺たちみたいな、その家に当たり前のように PC があるはずもない家庭が、その、その世代が親になることで、パソコンが家に当たり前にある環境がこう、根付いていきね、だんだん。そっから人口が増えていくんだよね。 スマホだってさ、今さ、iPhone さ、十何万とかすんのさ、みんな2年契約で買ってるわけよ。2年で壊れるとかって考えたらね、パソコンより高いですからね。まあ、2年で壊れはしないけど、2年経ったらバッテリーとんでもないことになるじゃん。まあ、3、4年はそれでも使えるかもしんないけど。まあ、多分5年目とかになったらバッテリーとんでもないことになるからな。まあ交換できるけど、一応。あ、交換できねえか。iPhone ってショップ持ってったらできるよな、でも確か。なんかクソめんどいけど。 なんか自分じゃできないよね。確かね。パソコンいや、パソコンはね、寿命はほぼないですよ。まあ、SSD とか読み取り、読み取り回数とかは決まってたりするけど、あんなの一般で使ってたら何十年も持つようなものだし。パソコンはでも、まあ、スマホとかに比べたら運ゲー感はあるけどな。まあ、あ埃りまみれの部屋でタバコ吸いまくったりしてない限りは、10年ぐらいは持つね。 俺はもう電子タバコに屈してるから全然余裕ですよ。パソコンの中超綺麗。灰も今綺麗になってってるところ。まあメモリーぐらいじゃないなんか結構使ってたら何もしてないのに壊れたってなるの。パソコンって。iPhone とかって逆に2年ぐらいは一定水準の品質が保証されてるけど、2年経ったらだいぶきついみたいな感じじゃんね。 電源、俺電源壊れたことないわ。実体験に基づいてないからあんまりピンとこない。電源が壊れたことマジ一度もない、俺。俺壊れたことあんの、メモリと、メモリとグラボと CPU のファン。それこそ5、6年使ったり、多分マ MAX 俺7、8年1台使ってたけど、7、8年使ってないか5、6年かな使ってたけど、壊れたことないな。 ほこりと、ヤニーがこびりつきまくったほこりが、グラボと CPU ファンに、もう、とんでもない量ついてて、それでファンがうまく回らなくなって、熱暴走してっていうのはあったけど、なんかシンプルに、グラボが壊れたとか、CPU が壊れたってこと俺ないわ。電源もない。それがやっぱ根付いていくと、パソコンもだんだん増えていくんじゃねえかなまあでも今ちょっとパソコンの、 値段の上限がだいぶ上がったからな。俺ん時はだいたい25万ぐらい出したら、もうほぼ、ほぼ最高スペックみたいなのが行ってたけど、その時代の。今最高スペック買おうとすると100万ぐらいするしな。その、常識の範囲内で。まあ本当にとことん上を見つあ,のあれし始めたら青天井だけど、まあ普通にゲームだけするって言っても、てっぺん見たら100万ぐらいするよ、ね。ハイエンドがマジで高い。そう、それこそ、 10、10年前じゃなくても、もう7、8年前ぐらいでも、正直30万出してたらもう、最高級来てたよね。それこそ11、2万、それでう、今でいう iPhone ぐらいの値段出してたら、まあ大体ミドルぐらいで、まあぼちぼちのゲームできますよ、みたいな感じだった。いや、ゲーム自体が軽かったわ。どうだろうな。ちょっと怪しいけどな。昔の方が重いゲーム多かった。 重いゲームっていうか、昔は常になんかもう最新スペックでもちょっと重いみたいな、そのタルコフみたいなゲームがいっぱいあった。新しく出るゲームは新しく出るゲームすべてが、そういう感じだったね。軽いゲームやろうと思ったら半ゲームぐらいしかなかったんじゃないか。今、アンドロイドとかだったらどんくらいで買えるんだろう。中古だったら1、2万ぐらいかいやでもねなんかスマホで中古って気持ち悪いな。 い気持ち悪いその物理的に気持ち悪いっていう気持ちもあるしなんか電子機器って中古品なんか使いたくないわ格安シムとかはちょっと気になって一回やろうかなって思ってたけど格安シム使ってる人軒並み全員文句垂れてるからなんかするのやめたわなんかさああいう生活の身近にあるものってさそのふとした時に電波が悪いとか繋がらないってさ その本当に大したことを調べたか、調べたいわけじゃないんだけど、あるじゃん、そういうの。絶対みんな言うんだよな。ゴールデンタイム。